ニュース会、休憩。あ、はい。うわ、応援でクソジジイ来てやがる。お疲れ。あ、おはようございます。今日どんな感じだった？そんなお客さんも入ってなかったっすね。まあ今どうなるかわからんし。ああ、始まったよ、老害のでかい独り言が。聞き流しゃいいけど、こいつはコムから金借りてんだよな。入ってた方がいいとこがあったんだよね。まあ今はこんな状況だし、パチンコ屋も休みだし。カシさん、今ベガスやってるよ、わら。マジ？おうよ。え、でも今休業要請出ていじゃん。あそこ無視してやっとる。マジか。マジか。この老害消費者金融から金借りてんのにパチカスだったとは。マジで滅びるべきだろう。あん、なにこれ、スタミナ丼。またなんか面倒なもんが出るじゃん。あのテレポーターなかなかやるね。本気じゃなかったら負けてたかも。まあ、私が優勢という事実には依然変わりないけれど。おいおい、なんだって俺らが悪役扱いされる羽目になんだよ。ちょ、誰かいる？おっと、自己紹介がまだだったな。俺は東洋高速鉄道2000系。どういう事情か知んねえが、さっきの会話を聞いてみれば俺らはそんなことに全く加担するつもりはねえぞ。金ならいならいと。世の中確かに金だがよ、俺たちはそれで動く気はさらさらねえぞ。なんなら今からてめえをぶっ飛ばすこともできるんだぜ。私の正体も知らないでよくそんなことが言えるわね。じゃあ、やってみっか。ああ、やば。ちょ、何よあいつ。所詮お前の能力なんてたかが知れてんだよ。犯人のことを何も覚えていない？本当にどういうやつか忘れてるんですよね。殴られた衝撃で記憶が飛んでるとか。その様子じゃ結構重傷だったみたいね。相鉄もあの場にいたんでしょう。それが僕らが到着した頃には犯人はもうすでにいなくなってたんですよね。なかなかの怪事件よね。そんでさ、俺らがあのでっかい物体から守ったんだぜ。どうだ、防衛軍すげえだろ。あん、まあそうですね。でもよ、神前、お前その時の敵は誰だったんだよ。あれ、そういや誰だったのかな。俺らが到着した頃にはすでにいなくなってたからな。おいおい神前、お前見えない敵と戦ってたのかよ。いや、想像力の豊かなこと。え、いやそんなことなかったのにな。てか聞いたか、あの東部の新人、郊外でボロボロの状態で見つかったらしいぞ。死んでたん？いや、死んではないけど重傷だったらしいな。この場合俺は話しかけた方がいいのか？今この車両基地には俺と新人の二人だけ。が、この空間の中でなら話せる。今までこの程度で好きだった俺にも友達を作るチャンス。
いやでも待てよ、まず何から話せばいいんだよ。わかった、とりあえず名前からか。あ、君が新しく入ってきた新人さん。あ、はいそうですね。実車はメトロの東西線とか走ってる東洋高速鉄道の2線系です。よろしくお願いします。へえ、関東の車両なんだね。チェストーレ。僕は役に立てるかわかりませんが、精一杯頑張りますんでよろしくお願いします。いやマジでアイランドでそんな真面目なセリフ聞いたの初めてかもしれんわ。この鉄道の悪いところ学んじゃダメだからね。この鉄道はみんな真面目じゃないんですか。確かに仕事をサボるようなやつはいないよ。けどやあいやつは多いって言ってたら、なんか仕事しないやつ来たよ。じゃあ新人さんじゃん、仲間が増えて嬉しいぜ。せっかくだが昼休憩の後の俺の運用室ついでくんねーって言うと思ってました。僕が運用を引き継ぐと思っていたのか。 D233K3000番台さん、あなたは何をやりがいにして運用していますか。え、はい、そう、お客様の笑顔のためです。そのお客様の前に立つような電車がこんなんでいいんですか。なあ、そうです。この新人みたいだな。おちょっと熱い電車だな。できるできないを決めるのは自分だ。もっと熱くなる。はい。あ、D233K、こんなところにいたのか。お前は午前中もまともに走らんで午後ぐらいはちゃんと走るんだぞ。はい、ちゃんとやります。うわぁ、今回ばかりは話しかけないで正解だったみたいだな。いてて、ここはどこだ。お、ようやく気づかれましたな。一時はどうなるかと思いましたが、なんとか生き延びていてよかったですね。私は一体どうなって。郊外で死にかけの状態で発見されたんですよ。コンタクトが目の中で割れてたり、顔面の骨格が折れてたりで、いやー、何しろ前面の衝撃がひどくて何かあったんですかね。いやそのやばいな、下手に説明すると犯罪行為が。ま、説明しなくても大丈夫ですよ。あの時に誰も見ていなかったみたいですし、肝心の KO9000K3 の方は記憶が一部飛んでるみたいだからね。私が何をしたかを知ってるんですか。もちろん知っていると思う。ただ、私以外は知らないよ。私は事実を知っていても君が更生する気があるならそれは応援するよ。それが医者の役目だからね。で、肝心の君はどうしたいんだ。こんな悪党が運用につけるって言うんですか。君にその気があるならね。結局、試運転に復帰したな。まったく、何やってんだか。あら、確かあなたは新人の東部7万系だったかな。噂で聞いてるよ。大丈夫だった。はい、まあなんとか。あ、私は西日本の205系だよ。よろしく。あ、よろしくです。試運転か、懐かしいな。あら、こっちも試運転だ。東洋高速鉄道2000系じゃない。今東洋高速って、なんであんな奴がこっちの鉄道会社に。まさかね、見間違いかもしれないし。この暖色系の赤とオレンジの帯、クジャクのようなエンブレム、05系を真似したような特徴的なライト、極めつけは東洋ラピッドライルウェイ、日本語で東洋鉄道、やっぱ越前。はじめまして、僕は先日この鉄道に入りました。東洋高速鉄道2000系です。新人同士、お互い大バス。あ、いきなり嫌われちゃいましたかね。いや、そんなことはないと思うけど。